フリーダンの仲間からの歌へ、最後に吉田佳代子区議会議員からのお話でございました。今ご当地に蓮舫参議院議員が到着をされました。先のオリンピック国会でも予算委員会で、あの内輪の問題をはじめ、安倍内閣の政治姿勢や政治と金の問題、追及の先頭に立ってまいりました。この後倍増となる 50% も株にぶち込む。
じられないじゃん。減ってないですよ。年金記録が消えたのも厚生年金と国民年金です。国家公務員の年金の記録はほとんど消えていない。こういう官村民地のような発想で皆様の虎の子のですね、積立金を本当にこれ株に投資していいの、半分もと、そして今度ベンチャー企業にも投資する、こんなことも今政府の中で言われております。私、ベンチャー企業を投資する、成長させるっていうのは悪いことではないと思いますけれども、なんで皆様の年金の保険料を使って